村君が警備業に入るときって、はい、心境的にはどういう状況だったの？特にこのやりたいことがなかったんですよね。はいはい、でもやっぱ何かやらなきゃなって考えたときに、まあちょっとパッて見たのが、まあその警備業、うん、気軽にできそうみたいな、うん、誰でもできるなっていうイメージだった。だからそんな、なんつうの、本当に軽い気持ちなんでしょう。金稼げればいいやみたいな、うん、次の仕事のつなぎぐらい、うんうん、っていうぐらいにしか僕は思ってなかった、うん、でその気持ちっていうのは実際入ってからもそんな変わってなくて、はいはいはい、現場には行くけども、うん、何にもこうね、心境の変化も何も起きない日々が続いてて、うん、でやっぱりこう僕の中でその疑問がやっぱ出たんですよね、うん、このまま続けていいのかみたいな。いやそうじゃなくて、うん、この仕事においてその周りの人からこう頼りにされる、うん、すごいって思われる人、うん、でうちの会社にいるのかなって。うちの会社っていうのは前に所属してた会社ね、うん、でやっぱりこう情報収集を図るために、うん、まあ、やっぱ僕内にこういろんな先輩の隊員さんに、まあ、聞き回ったんですよね、うん、でこう何人か聞いていくうちにやっぱこう一人のやっぱ隊員さんの名前が上がっていったんですよ、うん、聞いていくと、うん、まあ、今のそのイージスの代表取締役の吉岡社長、うん、みんなその名前を出す。俺がまだ警備員だった時、バリッバリやってる時ですよね、うん、でその中でやっぱ実際に自分の目で見てみたいなと、会ってみたいな、うん、でまあ、すぐじゃなかったんですけど、うん、まあその後ね社長と一緒に現場に なることがあったんですよ、うん、でやっぱ実際にこう一緒にやってみてその責任感だったりその考え方っていうのがやっぱ、うん、今まで接してきたやっぱ隊員さんとやっぱ違うなってやっぱ思えてきて、おやっぱり僕の中でいつしかやっぱこうなりたいな近づきたいなって思うようになったんですよ。なるほど。それが僕にとってのその仕事に対してのモチベーションというか目標があることで。それまで俺の話は聞いてた？いやもう聞いてましたね。聞いてて、うん、すごいよ、うん、でその、ね、その現場行くときは、うん、あの関西から俺がいる現場っていうのは聞いてたの？いやそれは僕はもう口に出しちゃいけないもんだと思ってたんで関西に。ああ聞いちゃいけない。 誰と一緒の現場とか聞かないっていうのは僕はもうできないと思ってた、ね。俺もそうだ。会うしかないと思う、うん、会える。なるほど。一緒の同じ現場に配置されるっていう日を待つしかなかったんで、うん、はあ、なるほど。で行ったら、はい、いたと。名前をお伺いしたら初めましてって、うん、僕木村です、うん、あ吉岡です。あの吉岡さんかなと。ああ印象どうだった？その見た目の印象。自分はやっぱちょっとやっぱオーラを感じましたね。おこれはもう嘘偽りもなく。おお、なるほど、うん、やっぱちょっと違うなと。今みたいにこんないかつい感じじゃなかったよね。いやいかつさもありました。いかつさもあった。いかつさもありましたよ。当時髪あの時長くなかった？ちょい長かったですね。こういう考え方を持った人がいるんだこの業界って思えたのが今の自分のルーツにつながるのかなって。会ってなかったら間違いなくお仕事は続けてなかったかな。この業界には、うん、いなかったかなって思います。だ僕にとっては大きな出会いだったんです。でもそういうもんかもしれないね。俺も実際ね、はい、すごい先輩とか当然いたわけで、はい、その人たちと会ってなかったら、うん、だって俺もねだってすぐ辞めるつもりだったわけだから、うんうん、僕もそうでしたよ。つなぎっていうかね暇つぶしでやった、うん、入った業界だからさ、それで入ったらこうちゃんとやってる先輩っているんだよね。ちゃんと仕事責任感を持ってさ、うん、いましたね。でその人たちにこう認められたいとかさ、うんうん、でも一生懸命やってると当然認めてくれるよね、はい、そしたら今度は監督さんからもね、うん、指名が入ってさ、周りからこう頼られるようにやっぱなるなって。うん、この業界入るときに警備の仕事したいって入ってくる人なんかまあゼロなわけじゃん。でしょうね。同じような状況だから、はい、けどそういう人たちって心は結構乾いてるんだよね。うん、何かしらのモチベーションを求めてたり、うん、承認欲求も強かったりすると思うんだよね、うん、自分の存在理由をあんまり感じられない人っていうのも結構多いと思うんだけど、うん、この仕事をやっていくといろんな人からありがとうとか、うん、ね、認められたりさ、例えばすごい人がいてさ、はい、この人みたいになりたいだとかさ、それがモチベーションになるよね。
がそうであったように、あ、間違いなくそのやりがいのある仕事だとはやっぱ思うんですよね。あの、うん、やってしばらくするとさ、うん、分かるんだよ。はい、うん、じゃなきゃこんな俺たち長くやって ね、会社やってないからさ、やっぱやりがいっていうものがやっぱあったからこそここまでやっぱ続けてこれたっていうのはやっぱあるので、うん、ただね、入る前は分からない、分かんないです。そりゃそう、世の中的にはさ、ね、下の方に見られてる仕事なわけだからさ、底辺ってね、うん、けどそんなことはないよね、うん、常に求められる仕事だしさ、はい、現場に行ったらありがとうって言われるんだよ、うんうん、そんなこちらがありがとうございますなんてさ、